皆さんやったかということで、クラブシャッフルからねこの4人が、登場するということで意気込みどうぞ。絶対ナンバーワンなんでよろしくお願いします。まあ一番なんか楽勝なんで余裕ですね。一番目指して頑張ります。よろしくお願いします。優勝するんで応援よろしくお願いします。はい、ということでね、今回の、ヤスカップはもう2揃いなんで、全員ね、とんでもない脅威になるんじゃないかなと思います。全員で優勝を目指して頑張っていきましょう。よろしく。はい、ということで、なんとヤングスターダムカップ PR 動画ということで、まあどうやらね、コメント取ったらしいんですけど、多分しょうもないコメントしてるんで、お前らかましたらいけ。まあみんな1位狙ってる1位狙ってる言ってると思うんですけど、1位の席はもう俺って決まってるんで、まあはい、下は下で戦ってもらえばいいかなって思ってるんで、はい、まあ下は下で頑張ってください。それじゃ以上。ヤングスターカップですか。ワンツースリーはシュガーで決まってるんで、で1は僕が目指すんでよろしくお願いします。ヤングスターカップなんて興味ないんで、僕はあの興味があるのは年間1位なんで、まあせいぜい頑張ってください。はい、ということでね、今彼らがコメントしてもらったと思うんですけど、シュガーにはまだまだ粒が揃ってるんで、よければ会場でご覧になってください。お願いします。え、お前ら一番取るやろ。当たりましょう。イエーイ。シエルからはね、あのこの男が出るんで意気込み聞いてやってください。あ、マルス、俺より枕できるやついんの？どんな女でも抱いてやるから俺指名しに来いよ。以上。じゃあね、意気込みしっかり伝わったと思うんで、本番楽しみにしてやっててください。ありがとうございます。スワローからの、4人の出場者の、じゃあ意気込みの方聞いていきましょう。どうぞ。バイトなんですけど、まあ、正直バイトとか関係ないんで、数字で結果出していきたいと思います。まあ、俺より酒飲めるやついないと思うんで、シャンパンでなく二階堂で単価上げるんで、二階堂直面させに来い。元自衛隊だからといって舐めてるやつはかかってこい。いろんな人をナンバーワン取るって言ってるんですけど、まあ取るのは僕なんで応援お願いします。この4人とね、プラスで2人いるんで6人からのね出場となってるんで、スワローからナンバーワンをね目指せるように、ヤングスターカップ頑張っていくぞ。頼むグループ、ヤングスターカップ、当店シンフォニアスイートからはこいつが出ます。ワンです。お願いします。もう新人戦で、スタートのグループのね、新人戦、自分のためにできた、自分にしかないような大会なんですね。そうかな。任せなさい。岡山揺らします。ふぅ、岡山揺れるんで、机の下かお店に来てください。待ってます。はい、やってきました。2023年ヤンスタカップということで、エスクルからは一人なんで、今回、ヤンスタの中で僕が一番イケメンなんで、僕がぶっちぎり1位取りたいと思います。めちゃめちゃイケメンなんで、ぜひ優勝目指して頑張ってください。はい、どうぞ。イエイ。今回スターズからで、出てもらうのはこの2人になります。意気込みの方、2人からお願いします。今回あのヤンスタに出てるところでパッとすると大した子もいないと思うんで、まあ、スターズで1位にそうなんですけどね、期待しておいてください。他の店舗は多分自分が一番って多分自分で全員思ってると思うんですけど、まあホストの現実と厳しさ、これからちょっと教えていこうかなと思うんで、楽しみにしておいてください。この2人が出てもらうんで、ヤンスター1位2位はスターズから出るんで、ぜひ期待して見ておいてください。はい、ということでクラブセクシーから参加する4人のメンバーはこちらです。一応申し訳ないんですけど、あの全員もしかおらんのんで、まあ俺がやっつけてやろうかなと思うんですけど、僕がその新人戦出たら登った太陽二度と沈まなくなりますよ。以上っす。まあ俺に勝てるやついるんだったら、まあかかってこいやって感じっすね。はい、スターダムグループのセクシーの五郎といえばここにおるんですけど、まあね、あのスターダムの中では俺が一番の下新人が、みんなかかってこいや。よいしょ。まあ、みんな一番一番言ってるんですけど、まあ僕とやりたいやついるんだったらあんたでもいいよ。はい、ということで、あのクラブセクシー、4人に興味ね言ってもらったんですけど、まあまあ一番取れると思うんで、彼らがね持ってくれると僕も信じていきます。もうダメです。見とけよみんな。お疲れ。よいしょ。エッチリーから参加するのはこの4人です。まあ、俺が一番ってところを見せつけたいと思います。
売上で勝てなかったらタックルからのパウンドで全員ボコボコにします。まあ多分初月僕よりも売上高いやついないんで、まあ売上表見てください。エスに入店2ヶ月でナンバー5になりました。いろんなところの売上表見てるんですけど、僕以上の人多分いないんで、まあナンバー1絶対取ります。てことで今月も頑張ろう。にゃんにゃん。じゃあ S グランドからは、この2人が、参加ということでどうぞ。まあ正直言って入って数日目なんですけど、他店とかの新人さん見てても申し訳ないですけど微妙かなと思うんで、まあ正直言って俺が一番かっこいいと思うんで、まああとは実力でいきます。お願いします。顔でホストできると思ったらほらま、他店のほらままあ俺見とけばいいけ、まあ俺が1で、まあ、こいつが2で、ワンツーと直線で行ったと思うんで、まあ他店は他はもう3位以下勝手に争っててください。バイバイ。はい、まあうちの子もね、イケメンで接客もすぐできると思うんで、はい、ワンツーは独占しちゃうと思うんで、はい、S グラウンドで、ワンツー絶対取りましょう。やっとるでー。よっしゃー。クラブセピアから、新人戦、選出される3名、じゃあまずはね、ジョーから一言。はい、クラブセピア期待の新人ジョーです。俺に勝てるやつ出てきてほしいですね。クラブセピアのイオンといいます。まあ、バット見かっこいいやついないんでいつも通り頑張ります。よろしくお願いします。クラブセピアのシュヤです。まあナンバーワン取るのはまあ当たり前かなと思うので、まあ周りとタイパつけてナンバー取ろうかな。よろしくお願いします。はい、ということでね、クラブセピアからね、この3人が、選出されるということで、おのおのが、ナンバーワンを目指して、バチバチで、僕の中でもバチバチで、そして新人生のね、あの他店の新人の子たちともバチバチで、じゃあ、おのおの目指して頑張っていってください。